どうも、ここみとパパです。イエーイ、イエーイということで、うん、ママもいますけれども今回は白杖を作りに来たということで、はい、なんか違うんだけど、手に持ってるのは え？手に持ってるのが違う。あ、そう、実際もうね、剪定の杖、うん、これぐらいの長さがいいんじゃないかということでですね、うん、選んでいただきました。まあ自分でもね、1本目を見てくれれば、はい、1本目もぜひ見てください。はい、はい、というわけで、すいません、これからどうするんでしょう、はいはい、ではですね、少し歩いてみましょう。ではここみちゃんは、よく点字ブロックを使って歩くということをしてますか。はい、はい、ではですね、今ちょうど、ここみちゃんの前に点字ブロックが体を横切るように、もう一個出してもらえると、もう一個今点字ブロックに乗っかりました。右に行きますか、左に行きますか、どっちか好きな方へどうぞ。じゃあこっち、はい、おお、太陽に向かっていく、はい、うわ、少し歩いてみてください。新しい、今までとは違う白杖を使っているダメージです。なない、うん、今までとは違って何が違う？なんか音が違う。おお、音が違う。そうですね、今は、パーハムチップという、白杖の演出席を試していただきます。うわ、気持ちいい。パームチップはあれですね、今使ってるやつですよね、ココミが。今使っていらっしゃるのはローラーなので。あ、ローラー。では、ココミちゃん一回お止まっていただいて。あ、そうです、そうです。ちょっと長さが、一つ長いタイプにはなるんですが、はい、で、ココミちゃんが今使っているのと同じ石突きの形です。はい、どうぞ。あ、ちょっと車だ。ココミ、右に寄ろう。ココミがやりたいって言ってた配達屋さんでしたね。配達の車、黒猫のヤマトの言ってですね。うわー、美味しそう。美味しそう。パパ運んでくれないかな。どこに連れてくるの。帰らせる。音ができたら、うん、確かに。音が大きいのが、この中に金属が入っているので、そうですね。ちょっとこっちの方が重いかな。そう、当たり。やっぱり金属のね、金具が入っているので、ちょっと重さが入っているかな。自分で歩きやすい方を入れる。それ今まで使ってるやつと一緒だよね、先端ね、うん、うん、重い、うん、もう一つのやつやってみて、うん、じゃあ、軽い、うん、私は、まあ、確かに音もね、違うね、なんかプラスチック、普通のプラスチックだと思うけど、なんか、うん、プラスチックみたいに軽い、さっきのやつだったの、これは。おー、なるほど。さっきのやつは何ぐらい重かった？木ぐらいものだったな。ああ、なるほどね。この点字ブロックの分かりやすさっていう違いがありますか。ああ。うん、確かに。あ、でもそんな違いはない。うん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 。はい。はい。ということで、今2種類、多く、やっぱり多くの方が、一人で歩く方が、好まれている白杖の石突き2種類をご紹介しました。うん、ココミちゃんの、お好きな方はどちらですか？こっちです。こっち。はい、では、軽いと言っていた方ですね。うんうん、はい、では、今までの白杖のご自分で持っていたものに比べて、
太さの要は種類が変わりました、うん、そして、折りたたみになりました。直上から折りたたみになりました。結構変わってますね。で、杖の先端の石突きが、コロ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 、ね、あの転がるタイプというのではなくて、ちょっとゴツゴツの地面のゴツゴツの衝撃を吸収するというクッションが入っているタイプの、曲がんないのかって、グニグニ、すごいよね、柔らかいものが触れたから、もうアッパパです、はい、ということで全部変わりましたね。じゃあ、長さは今のでぴったりでいいですかね。はい、はい、わかりました。ではすごはい、決定でございます。おめでとうございます。イエーイ、すごいね、全部変わったじゃん。長さ、持ち手、グリップ、うん、とあとこの石突き、折りたたみ、あとこの石突きはそのローラーからこれに変わって、なんかこう注意する点とかあります？なんかそれは特に、はい、上手に左右に振って使ってらっしゃるので、あ、はい、ご自分でまたちょっとその音がしないっていうことと、あとは軽いので、その通り過ぎてしまうこのヒンジブロック、まあ、その時の振り方にもよると思うんですけども、比較的ね、人気のある、どちらも人気のあるということがありますが、はい、石突きの部分だけまた交換してっていうこともできるので、はい、まずはじゃあ新しいのをね、使いになってみてください。はい、なるほど。なんかイメージだと、はい、なんかどっちかというと この奥のやつ、はい、これかな、はいはい、あ、すみません、はい、これみたいな先っちょ、何にもこう、はい、先端丸くなってないようなやつを使ってる人が多いのかなっていう、なんかイメージなんですけど、本当に好みですね。ではこみちゃん、これ見本なんですけれども、太さが太いタイプですが、石突きが要は、ね、スタンダード鉛筆のキャップのようにパイプと同じ大きさのものですね、このスタ、まあ、商品というのはスタンダードというふうに言っておりますが、こちらをね使ってらっしゃる方もいるので、本当にこの辺りはどういうふうにお処理で、まあ、普段常に歩かれるのか、たまに誰かと、ね、ご一緒に歩くのか、常に誰かと一緒に歩くのか、ご自分で左右に振って歩くのか、まずは周りの方に分かってねっていう意味でお持ちになるのか、それによっていろいろ杖の、ね、先端、また種類っていうのを、選ばれる、ね、なるほどなるほど、音が変わってきますね。これだと音鳴らす感じですか？じゃあタンタンタンってやって音を鳴らすっていう方法も今はね、それこそスマホをね、気にしながら歩く方もいたりするので、鳴らすっていう方法で周りに対して私歩いてますよっていうことを示すっていう方法もありますし、でも今ここみちゃんが持っているスタンダードでも左右に振って歩く方もいらっしゃいます。はい、もうその時地面にずっとつけながらこう左右に、そうですね、っていう方法もありますし、トントンと2点突きっていういろんなテクニックはありますので、その時でどうこの周りの地面がねすごくゴツゴツなのか、息の中のようにこうツルツルしてるのかっていうのにもよって変わってないと思います。なんか一回鎌倉行った時さ、その、パームチップだっけ、パームじゃないか、ローラーか、ローラーチップでやってたらさ、縁石に引っかかってさ、スポッて抜けた時あったじゃん。でもさ、あれさ直していってさ、グッてやったらさパパの手がイッてってなって、そうそうそうっていうのがあってさ、今使ってるそのさスタンダードだとさ、多分こうハマっちゃうってことないっぽいんだよね。ちょっと歩いてみて一回、それで、ね、どんな感じか、そうどうなのか、あれ重いの？あ、まあ長いからか。あ、しかもあれか、アメリカ製ですか。あ、そっかそっかそっか。手応えが。重さか。先はどう？多分。感度は。手にビンビン来るかもしれない。ビンも、ビン。オッケーです。ありがとうございます。車来た。右行こう。なるほど。どうだった？歩いてみた感じ。一番いいのはさっきのファームチップのやつかな。ファームチップ、うん、ああ
大丈夫、うん、はい。これ結構あれですか、自分で歩く人が多いですか、使ってるの。あ、そんなこともない。はい、好みですね。好みの一つ目はこれで、また2本目の時は別の地図を使ってっていうこともいらっしゃるし、もう私はずっとこれが一番まあ長くなるっていうことで、好み。私も先生柿島先生、そうそうだ、とかさ、なんか結構さ、お年召してる方は結構これが多いかなって思って、クロートになってくるとだんだんこれになってくのかなっていうイメージが、いろいろ試して、試して、これ今はこれですっていう、あんまり歩いてないのかもしれない。あ、そうなのかな。まあ確かに同行者がいるから、確かに確かに、だからこう持ってるシンボルのイメージはある。ああ、なるほどね。ね、まあ、畳んだ時にまたポコッと大きくなるので、うん、まあ、あのスマートなタイプをね、あ、いるからそれを使ってるのかもしれないし、はい、うん、まあ、本当に様々です、はい、じゃあまあいろんなこう先っちょ使ってみないと分かんないですもん ね、 そうですね、自分の好みを見つけていくみたいな感じでいかがでしょうか、はい、先生。前回はね、絶対アメリカ製がいい、うん、そう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 、先っちょもね、まあ、使い慣れてたっていうのがあったからね、今回結構長年使ったの、うん、コロッと、うんうん、いいじゃないですかね、うん、自分の歩きやすさも気づいてきたのかもしれない、うん、そうそうそう、成長かもしれない ね、 ね、じーじー、ありがとうございます。じゃあそれで、うん、いいですか、うん、それでいいの、うん、え、それでいいって何、今持ってるやつで、あ、いや、そういうこと、違う、そういうこと、それってそういうこと、おい、じゃあさっき選んだやつで、うん、いいですか、オッケー、ありがとうございます、はい、ご丁寧に、ありがとうございます。ここチャンネル、じゃあちょっとなんか買い物したいということで、うん、ちょっと商品見てみましょう、イエーイまずね、こう展示ディスプレイって展示板とかなんかいろいろだね。で、時計ありますよ。音声時計。音声時計かな。触ったことある？ある。あ、じゃあこれはいいですか？あ、ソロ版とかあるけど。え、時計、あ、これ腕時計があるよ、いっぱい。ここへん。そう。音声いけん、全部多分。怖。怖い。あとこっちの置き型のやつもあるよ。これ右側。そう、これ。これ押せば多分できるってやつ、やってみて、うん、本当だ、午後12時13分です。やべ、バレた、バレた、今12時18分だってことが、10、ん、あれ違うっけ、12時13じゃん、13かで、下はあの体重計だな、これ多分音声で多分何キロですって言ってくれるんだよ、待って、みんなにバレちゃういやいや今ちょっとあれだけど、じゃあ次、調理器具、これなんか温めるやつはここにフライパン乗っけてとかで、ここでいろいろ設定して、多分押すといろいろ、展示ある、ないよ、展示はない、一番右がね、一応電源なんだよ、これ、それ押してみて、え、やめて、あ、電源入んないか、押してみて、一応、あ、入んない、そう、これ結構か、怖い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 、はあはあ、え、あとこれ何、これなんかコップがあるんだけど、液体プルーブ、え、どういうこと、あ、あー、そういうこと、これ、それ持って、持ってきて、こっちに持ってきて、ここの、ここにさ、これあるじゃん、ここに液体がついたら、もうそこ、もういっぱいですよってことじゃないの、教えてくれるんじゃない、これ、すごっ、多分、ほらほらほら、これでこの先っちょにさ、なんか金属みたいについてんのよ、これ、うん、そこに水分が触れたら、ビビビッとかなってくれるんじゃない、じゃ汗とか、いや、汗じゃダメでしょ何それ、汗、ここのための、値段が書いてある、はい、おいくらでございましょうか、高いよ、2100円、え、73000円、え、嘘でしょ、それ間違えてるよ、見せて、だってこれ書いてあるの2280円って書いてあるよ、待って、なんでさ、上のやつがさ、下なんじゃない、下、それ商品番号じゃないの、わかんないけど、2280円、そう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 ですね、やば、ちょっとちょっとこれはママが手出しできないと思う、うん、でもこれだとさ、あの、なんていうの、ここみがさ、水分継ぐのもさ、わかりやすいね、うん、けど大体わかるか、重さとかで、うん、はい、じゃあ、あと音でわかるか、あとこれ軽量、何これ、うわ、軽量、何、ちみし、軽量味噌マドラ、味噌マドラ、何それ、え、味噌マドラ、味噌マドラって何、あ、味噌汁とかぐるぐる混ぜるってこと、そういうこと、あ、これは2000円、2000円だね、
ちょっと待って、いろいろある。この醤油差しとかな、醤油差しじゃないのかこれ。人押し君、ああここを押すとグッってなって、なるほど、そこを押すとグイってなって出るんだ。これさ、ここ、とんがってるとこわかる？ここ？そう、を下にして、そこ、違う違う、そこが、そこから醤油が出てくるの。だからそれを下に向けて、下に向けんだよ。そうそうそう、あ、うんうん、うん、なんだろう、こう、こういう風に向けて、ここの上の膨らみをポチッ一回押すと、そう、ピュッて一発出るってことじゃないの、醤油が。出過ぎだねそれ。それはね、病気になっちゃう量だね今。いろいろあるね。じゃあ次、はい、次こう便利商品。なんだ今度は。これ手帳かなこれ。お、書いてあるのかな、いろいろ。書いてはないんじゃないのまだ。でもなんか展示がすごい打ってある気がするね。これ展示じゃないよ。展示じゃない模様？うん、模様。あ、模様か。便利商品。はい、とかユニバーサル財布、こう財布、はい、これ財布ちょっと見てみてください。何入ってるかな。入ってないやろ。まずは、あ、1000円入ってた、うん、あとカードもあった。そこは何入れんだろう、小銭。あ、1000円発見、やば。あ、札発見、はいはい。そこなんかチャックあるから開けて、開けれる。え、どこ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 。あ、ここか、うん、どう便利なんだろう。よし、はいはいはい、開けるとなどうなってる。ああ、そういうこと。そういうこと。いっぱいあるわこれ。あ、なるほど、ね、なるほど、はいはい、いろんなのを入れられる。こう何千円はそこに入れておく、千円札はそこ、うん、五千円札はそこ、一万円札はそこ。ちょっと待ってパパ、いろいろこうできるんだ。あそこ行きたい。どこ。あそこ。あそこって何？お手洗い、うん、はい、レッツゴー、レッツゴー。チャンネル起きてんじゃん。いやなんかね、うん、白杖のグリップにつけるこれなんていうの、カバー、カバーだね、うん、そう、うん、が選べる。値段1290円だそうです。たけー。あ、なるほど。あ、買うってこと。買うならってこと。買うの。はいはい。あ、買うってこと。じゃあ買うなら何がいいかっていうのをちょっと選びましょうか。え、僕も決まってます。これいろんな柄があるんだけど、え、いろいろ、え、靴下みたいなね、なんかチンアナゴみたいな、白杖の靴下みたいなもん。そうだね、適当にこれいいか、はい、おー、それさっきママがいいって言ってたやつだよ。真ん中にハートがついてる。これかわいいね。あ、それかわいい。本当だ。俺はね、これなんだよね。なんかココミっぽい感じがして。これさ、ここにお花がついてる。へえ、わかりやすい。わかりやすい。パパは？パパはこれ。めっちゃわかりづらいけど、めっちゃ可愛いんだよね、色合いが。え、何この太いの？そう、赤黄色オレンジが散りばめられて、すごい可愛いよ。どう？やっぱハートがいいな、ね、ハートがいいですか？これかな？わかりました。じゃあ、これもありますよって。これのもありますけど、ね。今は一目でわかる、ね。もう見て、指の靴下。長っ、どんだけ指長いの。巨人だから。巨人なんだ。ちゃんとこのゴムが出るようになっておる、うん、え、そうなの。そうだよ、ほら、へー、うん、はい、ちょっと分かんなかったです、すみません。分かるじゃん。え、どういうこと、どういうこと。こっからゴムが、このゴムが出るじゃん。あ、これ先なの。あ、そういうことか。こうだよ。あ、そういう風に。それがヘッドってことね。そうそうそう。あ、なるほど。俺それ入れる方かと思ってた。こっちだよ。はいはいはい。両方とも穴が開いてんだ。穴が開いてね。上にこれちゃんとゴムが出ますよって。あ、じゃあそのまま使えるってこと？じゃあここカバーかけたまま。あ、そうなんだ。俺あれだと思ってた。勝手になんか休ませておくときに。あ、違う違う違う。あ、そうなんだ。え、すごいね。休ませとか。学校にさ。下駄箱とかに置いてんじゃん、うん、その時にかけんのかと思ってた。ずっとかけとくんだね、うん、かわいい ね、 ね、おしゃれやん、ね、いただいとく、うん、いただいとく。それこれやるとちょっと太くなっちゃうからね。あー、じゃあ次回来た時に受け取りに来るから、うん、そうだね。それ触りながら欲しければその時にしましょうか、うん、いいですか、はい、じゃあそうしましょう、うん、であと続きをじゃあ見ていきます。
はい、じゃあ行きましょう。さっきの、あ、財布見たよね。財布はどこだ。あ、見た。で、その次は音響機器だって。何です。いい、何があるの。なんだろう、ちょっと触ってみて。この機器、よっ、え、これ押すと何かあるの。押すと何があるんだろう。ちょっと押してみて、いろいろ。じゃあこれ、はい、電源が入ってないのかな、これ。これ何なの一体。電源と、電源は多分なんかついてないと無理なんじゃないの。これ何、PTN3 って書いてあるけど、よくわかんない。よくわからん。何これ、はい、あとこうワンセグテレビ搭載ラジオだって。これラジオだ。よく聞いてたね前。これじゃないけどね、普通のラジオ。はい、っていう感じですかね。じゃあ次、いよいよ来ました、遊びコーナー。来たー。よいしょ。でトランプでしょ、うん、でその右がルービックキューブ。あ、それウノ。座って座って。はい、ウノも好きなんだ。ウノも好きなの。それオセロだね。ひっくり返してできるオセロだね。あ、うん、でその左は体操ブーブー。え、怖いよこれ。それ猫の形してるけど、めちゃくちゃ怖い。なんかいろいろ触ってみて、何が起こるのかちょっと。え、怖い。パワーやって。怖い。え、なんだろう、これなんだろうな。うん、かんない。これは電源入ってんのこれ。え、じゃあ言ってみよう。ニャーニャー。びっくりした、びっくりした。切る。死ぬかと思った。ニャーニャーじゃない。ニャーニャー。いや、見てそれ。これ何なんだろうね。よくわかんない。こっちにももう一体いたよ。これニャン、ニャンコ系だって。もう一体いたの。なんか測ってくれんのか。もう一体それなんですか。なんすかこれ。え、電源どこにあったの。下にあったよ。え、これ違う、下ない。え、ないけど。ない。あ、見せて。続けるのが大事。あ、わかった。ラジオ体操始まる。この鼻を押すとね。え、ちょっとやめて。もう一回押してみて。あ、止まった。あ、止まった。はい、大体そういう感じだから。びっくりした。はい、じゃあ戻してください。はい、これ怖い。でその下がパズルかな。あ、パズルだ。はいはいはい、はい、うわ、あ、これここボタン。なんか、ね、こういうボタンに憧れてたんだ。憧れてたの。ボタンじゃないけど。今度はなんだ。これが積み木みたいな感じかな。どっちかというと。うのもさ、買いたいと思ってるんだ。うの、ん、も買いたい。そう、うの大好きなんだよ。あ、ルーペとかもあるよ、こっちに。遮光オーバーグラス、まあ、これは違うか。これはロービジョンの方向けだね。それは、オセロだね。一体オセロ。うん。なんだ、3850円。ママ絶対手出さないよ、この。厳しいかな。絶対手出さない。まあ、でも、どうしても欲しいって言えば、まあ、あとはもうね、クリスマスの時期だから、サンタさんが。ちょっと、はい、ちょっと上見てください、これ。ここにもなんかね、パズルみたいなのあるよ。木の。木の組み立て、なんかえ、このさ、それでさ、はい、うん、何このウノ。ウノも展示、黄色とかさ、色があるんだよね、結構。これなんて書いてある、この、これ、これ、これこれ、うん、一番手前。あ、ててなんとかの、うん、ムムの1みたいな。黄色の1なんだけどな。そうなんだ。その隣はこれ、うん、何これ、なんて書いてある。R42、 プラスの2なんだけど、これプラスなんだ。うん、じゃあこれは隣は、何これ W。 ああ、 W、 まあ、ドロー4なんだけどね、それ一応。なんかその何っていうのが難しいね。まあ、トランプはさっき分かりやすかったけどな。それ多分ルービックキューブが乗っかってたんだよね、さっき。でママが使ってこうちゃんと戻してたのだ。なんか、え、じゃあ、あ、じゃあそうじゃなくてこう斜めに乗っかってたの。こうでいいの。あ、こうでいい。そう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 。はい、っていう感じでしたね。あ、ウノここになんか実際のカードがあるわ。はい、これ。あ、なんて書いてある？え、なんとかの九。見せて、手どけて。そう、赤の九だね。赤なんだ。あ、うん、R。 R、レッドだから R だ。うん、ああ。
そういうことね。はいはいはい。じゃあこれは？え、これわかんない。これは？なんて書いてある？B。B ブルーだね。ブルーそれ。ブルー。うん。で、チ？なんか。チ？あー、リターン。リターン、そういうこと？リターン？わかんない。なんでチがリターン？ちょっとわかんないですね。ちょっとあの、説明書読まないとわかんないね。説明書あんの？説明書もあると思う。じゃあまあこんな感じで。うのも魅力的。ね。いろいろ楽しいおもちゃが揃ってますね。カードゲーム。やばい、はい、うのトランプ魅力。うのトランプ。勝てるかな。勝てるかな。勝てそうにない。勝てそうにないか。これ何なの？この見せて。うん？うの。うの。うのはこれか。これですね。はい。うん。それ右右右右。あ、これ。さささささ。それ。これ。うん。これ繋がってんの？何に繋がってんの？ルービックキューブ。ルービックキューブ間違えた。ごめんごめん。ルービックやん。ウノは奥だ。これだね。ごめん。これ引っ張れないからさ、パパ見ちゃうよ。2099円。2099円。何に繋がってんのこれ？その紐。あの箱につながってる前の。紐じゃないんだよね。そうそう。それがウノなの。え、これなんかさ、出てきそう。うん、上から虫みたいな。これ多分、そうだね。へぇー。ね。っていう感じでした。はい。はい。じゃあ、買うかどうかは、またね、検討しましょう。うん。こちゃーんね。というわけで、白状作り、いいもの見つかりましたか？見つかりました。はい。ちょっと楽しみだね、どうなるのか。うん。うん、なんか年明けぐらいにできるみたいです。うん。はい。なので、また受け取りに来て、その時にね、またこの街を歩くっていう、すんごいな、音がいろいろ。いろいろすごいね。急に音が鳴り出したの。やば。やば。撮影を妨げるのか。本当に。救急車もどんどん近づいてきてて怖いんですけど。子供たち運ばれる？お腹空いてるから通るそうで。お、お腹空いてますか？空いてます。じゃあちょっとゴンチャやら、なんだらもありますから、この後はじゃあグルメ、ちょっと行ってきますか。はい、はい、じゃあありがとうございました。